天才の母親の言葉、トーマス・エジソンなどの偉人たちには母親が大きな影響を与えました。トーマスが7歳の時、学校の先生から一通の手紙を預かり母に渡しました。母は内容を読んで涙が止まりませんでした。トーマスは聞きました。ママ、なんで泣いてるの？母は手紙の内容をトーマスに伝えました。すごいのよ、学校からの手紙は。あなたの子供は天才すぎて、この学校では能力不足なので他の学校に転校してくださいって書いてあるの。その後、母はトーマスを学校に行かさずに家で一生懸命勉強を教えました。後に、天才は詰めよう、トーマスアルバ、エジソンが誕生したのです。母が亡くなったある日、トーマスは母の遺品を整理していると、その時の手紙を発見しました。そこに書いている内容は、あなたの子供は精神的な変人の異常者であるため、この学校には置けません。ぜひ精神病院に入れてください。母親の言葉が彼の心を教育し、彼らを大きな成功へと導いたことが感じられます。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。